おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は鴨の胸肉を馬頭状にしてロティしたエギュエット・ドゥ・キャナラマントを紹介します。フィレの状態でロティするよりも骨付きのままロティするので非常にジューシーで柔らかく仕上がります。それではエギュエット・ドゥ・キャナラマント一緒に作っていきましょう。今回使っている鴨の胸肉ですけども、2つのフィレが骨についたままの状態、馬頭もしくはコフという言い方をします。またこの下処理の仕方は他に動画があります。概要欄に貼ってますのでそちらを参考にしてください。まず両面表裏きっちりと塩コショウで下味をつけます。汗染めです。きっちりと両面汗染めできたら鍋を温めて少量の油を入れます。鍋が熱くなる前に鴨を置いていきます。最初は鴨を動かして全体的に油が鴨の表面につくようにします。その後ゆっくり温度を上げながら鴨の皮目だけをカリカリに焼いて油を出していきます。この時火加減は中火より若干弱めで、じっくり温度を上げながら油を出して鴨の油でゆっくりと火を入れていきます。このまま火加減を保ちながら10分から15分ゆっくりと焼いていきます。この時時々動かしながら鴨の皮の面に油が全体的に行き渡るように、鍋にきっちり当たっているようにしながらじっくりと油を出して焼いていきます。だいたいこれで20分ぐらいゆっくりと火を入れています。だいぶ油が出てきて皮も縮んできました。こうなってきたら鴨から出た油を使ってアロゼ、熱い油を内側にかけていきます。こうすることによって分厚いところの肉の部分に火を入れていきます。今回鴨の牛ストンですけども、オーブンに入れずにこのまま鍋の中で仕上げていきます。最初の面がきれいに色がついた時点で横の部分を焼いていきます。側面を焼き出して5分経ちました。今度は反対側を焼いていきます。同じように反対側も5分焼いていきます。また焼き出して5分経ったので元に戻してまたアロゼしていきます。きっちりとアロゼしていきます。この時重点的に骨の上の部分、肉の分厚い部分に油をかけてじっくりと火を入れていきます。このアロゼをする状態、5、6分ずっとアロゼをしていきます。そうするとこのようにだいぶ火が入ってきました。これぐらいになるまで根気よくアロゼをしてください。8割方火が入った段階でここでフレッシュのミントを入れます。このミント油に匂いを移してまたアロゼしながら鴨自身にミントの香りを移していきます。このように一番太い部分、肉厚の部分を重点的にアロゼしていきます。最後もう一度側面、横の部分ですね。先ほどは皮の部分を焼きましたけど、それよりも肉の部分の方を焼いていきます。これも 2、3 分ずつ両方ですね、右と左きっちり焼いてあります。
反対側も 2,3 分同じように皮の面じゃなく肉の部分を焼きます。このように肉の部分を指で押して感触を確かめながら火を入れてください。この状態で全体的にほぼ火が入っています。あと最後上の部分、一番肉厚であまり火が入ってない部分を触ってまだ柔らかいので重点的にそこにアロゼをしていきます。最後首の根元の部分、一番分厚い部分を立ててその部分だけ軽く火を入れて仕上げていきたいと思います。この部分も 2,3 分火を入れて最後指で触って確かめます。これで全体的にいい感じに火が入ったと思いますので、ここでロポゼ、休ます作業に移ります。網の引いてあるバットの上に鴨の肉をあげて、先ほどのミントを上に乗せて、このままゆっくりロポゼ、休ませます。最後油もったいないので上から最後かけて、このまま20分ほどゆっくりとロポゼ、休ませます。鴨をロポゼしている間に重を作っていきます。鴨を焼いていた鍋に白ワインを入れて旨味を剥がしていきます。この時きっちり旨味を剥がしてアルコール分を飛ばします。基本的に重の取り方は、肉を焼いていた鍋、フライパンについている旨味、シュックルをアルコール分で剥がして、その後きっちりアルコール分を飛ばします。そこに各肉のフォンもしくは銃を入れて銃を仕上げていきます。もちろん今回カモを使ってますのでフォンドキャナーを足しています。このフォンドキャナーの取り方ですけども、ジュードボライユ、鶏の茶色いだし汁の取り方を参考にしながら、鶏ガラをカモのガラに変えて取ってください。また概要欄に貼っておきますのでそちらを参考にしてください。半分ぐらい煮詰まったところで銃をパッセこします。最後に銃を仕上げていきます。鴨を休ませている時に出た肉汁と油を銃に足して沸かしていきます。一度沸かしたら味を見て塩コショウで味を整えます。最後に少しだけ赤ワインビネガーを入れて味を締めて、最後盛り付ける直前にミントの葉っぱのしずれを入れてジュードキャナラマントの完成です。しっかり沸かして味見をします。このジューアラマント初めて作りましたけども、カモの旨味の中にミントのフレッシュ感があってとても美味しいジューになりました。それではカモの方を切っていきます。今回きっちりと下処理をして部位骨も外れていますので、真ん中の骨に沿って包丁を入れれば簡単にフィレを下ろすことができます。今回一切オーブンに入れていません。ずっと皮目をきっちりじっくりと焼き切っていますので、皮目はカリカリでキュイッソンも完璧に仕上がっています。綺麗なロゼに仕上がっています。以前にもマグレドキャナー、紹介しましたけども、あの時はフィレになった状態を焼いています。ですので肉もだいぶ縮んでいます。このバトーで火を入れたことによって肉の縮みが少ないので、今回切り方は
前回とは違ってこの肉の繊維に沿ったまま長くエギューイエットにしていきたいと思います。この切り方ですけども好みによると思います。ですけども今回馬頭で火を入れていることによって肉が柔らかいのでこのように少し分厚めで繊維に沿って切って肉の食感を楽しむのもいいと思います。それでは盛り付けていきます。温めたお皿に先ほどエギュイエットに切った鴨をきれいに並べてあとは重をかけるだけです。この重をかける時ですけども気をつけてもらいたいのが肉の吸湿損がある時にはソースは全体的にラッペせずに一部肉の吸湿損が分かるようにソースをかけてください。最後仕上げにフルドゥセルを軽くかけて黒胡椒の粗いものを上から引いてエギュイエットキャナアラマントの完成になります。この馬頭で火の入れたかもかなり違いますのでぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。